両者この一戦に何をかけるか、いってみましょう。飛躍がこっちまで伝わってきますね。さあ開幕、両者はどう動くか。ビシバシやり合ってるところが見たいです。遠目のこの距離では球を打って出方を見る。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。ここからどう攻めるんですかね。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。プレイヤー2、まずは体力をリード。だいぶ有利な状況ですね。プレイヤー1、さあ追い詰めた。何か狙ってるんですかね、これは。プレイヤー2、ドライブゲージがない。かなりスーパーアーツを使っていくわ。どういうこと、これ。あと少し。危険な状況になっている。ミスはもういい。さあこれは読んでいたか。アーマーをうまく利用する。カウンターが入る。いいダメージ。さあ弾をさばいて、ソニックを打って。どうするどうする。壁から逃さないことを優先。徹底 KO まで。綺麗に決まりましたね。さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。なんかこう魂のぶつかり合い的なものを感じました。さあ次のラウンドも見ていきましょう。飛び道具を打って自分のリズムを作れるか。ゾーニックで牽制する。プレイヤー2、先手を取った優位を生かせるか。スーパーアーツにゲージを使っていった。今の完璧。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。どうなるんですかね、ここから。当てるよ、これ。さあここからは差し合いの領域となる。この距離で打ってきた。パーフェクトで KO。 やりたい放題だ。綺麗に決まりましたね。盤石の立ち回りで危なげなし。意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。なんかワクワクします。さあ試合開始、実況解説は R でお送りいたします。始まりましたね。さあここは打撃をドライブパリー。相手の攻撃をパンにゲットってドライブゲージを稼ぐ手堅い戦略。プレイヤー2、少ないドライブゲージをうまく使えるか。プレイヤー2、画面保証、いい状況を作った。何か狙ってるんですかね、これは。ここは飛び道具での決戦 KO。 決着ですね。プレイヤー2、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。今負けちゃった方にも取り返してほしいですね。確かにこれからの戦いにも目が離せませんね。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。一瞬の油断が命取りですよね。攻めのドライブラッシュ、一気に間合いを詰めてきた。プレイヤー1、ドライブゲージの運用が難しい状況。二人ともやる気満々だ。まだまだ壁際の楽しい時間は続く。このまま押し切るんでしょうか。追い詰めたこの状況、腕の見せるクリティカルアーツを選択。ナイスナイス。俺はクリティカルアーツになっている。大きなダメージが入り精神的優位が明確になる。決めに行くか。頭上がガラキンフィニッシュ。決めてった、ナイス。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。なんかここまですごく一進一退できてるんです。次どうなるか本当に予想できないです。あとはない、全てをさらけ出して勝利をつかめ。どっちが勝つのこれ。いやもう頑張って。攻撃がぶつかる。前ジャンプを仕掛けるか。スーパーアーツ、ゲージ運用に抜かり足。ナイスナイス。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。ヒットしている。ここはサマーで勝負していく。絶妙なパワー、ソニックブームが来る。ここはどう出る。緊張感のあるつばぜり合いが続く。ラッシュするか。弾力が問われる状況になった。バーンとする。危ない危ない、でもまだいける。決着、決まっちゃいましたね。プレイヤー2、この激戦を制した。いや見事。両者気合は十分。この戦いを制するのはどちらか注目していきましょう。どっちも強そうですね。
さあファーストラウンド注目していきましょう。気合入ってますね。玉で様子を見るか。壁に押し込んでいく。どうなるどうなる。さあここは飛び道具でプレッシャーをかけていく。ジャンプを誘っているのか。壁際での玉打ち、丁寧にプレッシャーをかけていく。ドライブゲージは少ないが、まだまだ強気の姿勢は崩さない。まず1つナイス。さあ前に出てプレッシャーをかけつつも、あと少し届いた。ナイスナイス、かっこいい。1本取っていく。さあこれはどう見ますか。勝負はまだこれからって感じですね。今後の展開にも期待していきましょう。ソニックを打って、先ほどの動きをこのラウンドどう活かせるか。いやーどうなるんだろう。ソーバット振って、両者何を狙ってどう動くか。どちらが先に仕掛けるんですかね。体力差がある。このビハインドをどう埋めるか。このまま押し切るんでしょうか。レイヤー2、ゲージ管理が難しい。ドライブはしにくい。ソニックで牽制する。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。ラウンデルセ打撃投げが刺さる。中足がヒット。レイヤー1、ここでの押し引きが重要。どうなるんですかね。ここからソニックを打ってガードする。ここでバーンアウト。なんかこっちが緊張する。さあ軍団にドライブして、ここで SA 発動しているが、何これ。 KO 決まった。試合が終わってしまうのが名残惜しいですね。めっちゃいい試合でした。お互いのプライドをかけたこの一戦見ていきましょう。お互いに頑張ってほしいですね。スタート。ラウンド1、注目のファーストラウンド、何が起きる。どっちも強そう。対空意識は万全か。うまい。さあまずはヘビロールでの牽制。どうだ。さあドライブラッシュで相手に揺さぶりをかけていく。大きく前に出ることで距離が離れていても技を差し込むことができるこのドライブラッシュ、絶妙の攻防。ここで両者ドライブゲージは心持たなくなったか。ダメ。ゲージを使って SA をコンボに絡めていく。すごい。いやーどうだどうだ。プレイヤー1、嬉しい場面で SA を決めた。このまま一気に攻めきれるか。焦らずゲージ状況を見て。やばいやばいやばい。前に出てプレッシャーをかけつつも KO。 ギリギリの接戦でしたが見応えあったんじゃないでしょうか。いやーいい勝負。負けちゃった方も惜しかった。次次いきなりトマホークバスターしっかり。ソニックで牽制する。プレイヤー1、先ほどはドライブゲージが常に少ない状態が敗因となった。ゲージを制する者は勝負をも制する。このラウンドはどう出るか。なるほど、慎重ですね。ソニックを打ってドライブして攻め継続を選択か。これ結構有利ですよね。ソニックブームがこの状況から、おお、ここでバーンアウト。こっちが緊張する。横骨に削りに来た。決まった。随所で駆け引きが有利に噛み合った印象。